原がなぜリアルミュートと呼ばれてるのか、完璧な回答が見つかる。接点はないです。単純に日本勝利の瞬間、大谷の最高の栄光の場面前後に黙ってました。牧原や中井が大はしゃぎする横で、テレビを見ていても上原消えた?と思うくらい、リアルにミュートしてることをリアルミュートにかけただけです。背景としては2年ほど前から大谷が活躍してメディアに取り上げられるのを上原は苦々しく思っていたようで、たびたび指摘されていました。本人も嫉妬深いことは認め、現役時代にも松坂に嫉妬していた様子でした。大谷へ嫉妬してないと本人は言ってはいますが、例えば、頑張ってる選手の例に大活躍の大谷を省いたり打率が低いと言ったり、ワールドシリーズに出てないことや東海岸の強豪チームにいないことをほのめかしてました。暗に自分の凄さを認めてほしいんだと思いますが、本人は嫉妬に無自覚でもある程度ネットでは大谷嫉妬おじさんと認定されてネタにされてました。そして9回表大谷登板、黙る四球、急に饒舌になりウキウキで話し出すゲッツー、黙るゲームセット、黙る四球で饒舌になったことで、水差したくないとか演出で黙っていたと言い訳もできなくなり、大谷アンチとしてかなり認知されることになりました。その象徴としてリアルにミュートしていた、上原リアルミュートとネタにされることになりました。完璧やん、わかりやすい。これは完璧。牧原はめっちゃ喜んでたのにな。地球で饒舌はポイント高すぎるやろ。大谷が嫌いというか俺に注目して、俺を褒めて、ってだけやからな。見てなかったけど、そんな露骨に態度変わったんか?消えた、牧原だけ話してた。6回にブルペン行って投げずに帰ってきた時も饒舌だったぞ。牧原が最後はストレートでしょって言ったのにスライダーで決められて黙っちゃったのは覚えてる。上原はいたっけ、レベル。黙ってなかったやろ、スライダーでも興奮してたぞあのおっさん。牧原うっほほほほほ、上原。牧原うっほう、ストレート勝負かな。上原。ストレートでいいですね。牧原うほう、スライダーかう、上原。牧原うわーすごい、あっはっは、帽子投げるんだー、上原。牧原ウキウキで草。帽子投げるんだーは草。これは誰にでもわかるような丁寧な文ですな。